はいえー、みうみうさんからの質問ですねやっていきます、えー、まず台形がありますよここはちょっとヒントになってて台形 AD と BC が平行なんですねでこの時 ABEABE とこれですね ABE と FBC こっちですかちょっと赤色変えましょうか FBC が一緒まあこれ透析変形というやつをしたらよろしおますわなほんでえどう考えるかというとまずえっとここ AE と DC が平行なのでえこの FEC は FED と同じになってますよね FE を底辺としてこことここが平行なので ここと FDE と FEC が一緒になりますよということで、A、E 平行 DC よりえ三角形 CEFCEF イコール三角形 DEF になりますよねで DEF と CF が一緒なのでよって DBE 三角形よって DBE は、DBE ね、これね、ここは、間違えたな、DBE はっていうのよくないな、ここやね、三角形 FBC よって FBC、FBC は DBE と一緒ですよと、ね、ここと一緒になったね、これと、ここが一緒やからね、んで、A、AD 平行 BC より、 ADBE と ABE が一緒ですよね。DBE と AD AB か。AB が一緒。でまあここ1番2番とでもして、まあ、1番2番線でもいいと思うけど12より、えっと、FBC が DBE と一緒で DB が ABE と一緒なんだから三角形 FBC= イコール三角形 ABE。 であるよとまあ、これがちゃんとここで証明できましたよねという感じです。次、えー、BD=CE であることを証明しましょう。証明したいのがここですね。なのでまあ、三角形の合同を証明したらいいんだ。あ書いてるやん。ABD と ACE を証明したらいいです。ABD と三角形 ACE においてまず 簡単なやつからやりましょうね。えー、正三角形なのでこことここが一緒でこことここが一緒これはすぐ分かるわけよ。ねえー、っとまあ家庭よりでいいでしょう正三角形ですが家庭より、えー、AB=AC で AD=AE というのはすぐ分かります。 でこのあとですね考えるべきところは、えー、間の角かもう一辺かしかないんですよねでなんか考えるともう一辺って言っちゃうとこれ証明したいことを最後寄って BD=CE としたいんですねなのでここの条件にはこれ絶対使ってはいけません最後これ合同 ABD 最後から考えるとね ACE 合同だから対応する辺が等しくなって BD=CE としたいんですね なのにここで使ってはいけないということは何が一緒かというとこことここが一緒ですよ。それを言いたいです。じゃあその言い方ちょっと難しいかもしれませんが A イコール B を示したい時は A が、まあ、計算してなんか星ですよとで B も計算して星になりましたよこことここが同じになったんだからよって A イコール B とこれ三段論法と言いますこれをよくやるので、えー、やっていきましょうまず同じであることを言いたい最終的に何を言いたいかを123行目に書きましょう BADBAD イコール CAE になってほしいよねこれがいわば3番にこれ2番よ123番目になっていってほしくてでこの BAD を2個上に書いて、えー、CAE をその上に書きましょうで、えー、この BAD はどうなってるかというと BACBAC 引く DAC になってるね で、BAC というのは正三角形の一辺なので 60° 度になってます。60° 引く DAC。もう分かってきたかな ?CAE も、えー、DAC、DAE、ここですね、DAE から DAC を引いたものだと。で、DAE はもちろん 60° 度ですよね、正三角形なので。で、DAC。ほら、右側が一緒になってくれましたね、これ、ここ。 一緒になったんだから元のやつがイコールですよと言いたいことが言えましたで1から3よりまあこれちょっとめんどくさいからもう書きませんが2組の辺とその,両その間の角がそれぞれ等しいので合同よって一緒と分かりましたかねみうみうさんね頑張ってください2年生かなお疲れ様でした